毎度おなじみ、流浪の番組、おすみクラブでございます。と言ってもですね、今日はエリア41、我々のホームグラウンドですね。こちらでお届けしてるんですけれども、私が手にしてるんですが、こちら。バトンエアソフトの新製品、ロベスケ、ジェン4、デブグル、流速 AG でございますが、ですね、私こういったちょっと言っちゃうと、ミリタリーミリタリーしたモデル非常に苦手なんですよね。どうしようかしら。何言ってんすか、すみさん。僕がいますよ。あ、フォーティアンPXが誇る実物おじさん。ワンちゃんいかがですか。どうですか、これ。パッと見ですけどね。いや、見させてもらった感じだと、めちゃめちゃ色がすごいいいです、うん、本当に。最近は FD ってことが多いよね。まあそうですね、色が多いかなと思います、うん、中でも結構、赤くもなく、黄色くもなく、そうですね、ついた際で、金属の部分と樹脂の部分が色がちょっと合っててね。ああ、そうですね、うん、これが非常にポイント高いですね。ロベスケっていうと、じゃん、十字架のマークですよね。そうですね。これがポイントなんですけれども、こちらにもびっしりプリントじゃないですよ。ちゃんと彫ってありますよね。めちゃめちゃいい感じに彫られてますよね。うん。ロアレシーバーにも入ってるんですけど、はい、アッパーレシーバーのここにも入ってるし、ここが僕の一番のおすすめポイントです。ボルトフォワードアシストっていう。あ、そうですね。あ、ここにもついてるよ。あとはもう本当に皆さん喜ぶところで言うと、うん、このマガジンキャッチが、しっかり左手で持っても安眠になっている。一般的なアーム法に比べるとなんかカクカクしてますね。ハンドガードからキュッてこう絞られるところ、ここがそう、結構普通のホルトとかのやつは丸いんですけど、ここもしっかりこうデザインされてるのはすごいかっこいいなと思いますよね。バトンさんが私にお貸しいただけるということで、もう結構持ってくれたんですよ。持りましたね。いい感じですね、これね。そうですね、インフォースっていうところのやつと、うん、その最近流行ってる N ギャルっていう、まあ、レーザーサイドですね、を載せてるのはすごいバトンさんのセンスを感じますね。スタンバーはどんなのが入ってるかしら。はい、あ、UDR15 と一緒だ。バトン流流速チューンが最初から入ってるというやつですね。バトンさんは結構重量弾をおすすめしてるんだけど、今日は 0.25 の A ステックチッコー弾で打ってみましょうか。はい、20m、 これよ、これ。集まってますね。そうですね、めちゃめちゃ当たりますね。特別な許可を得て、本当はダメなんだけど、フルオート打ってみましょうか。わかりました。めちゃめちゃ速いですね。速いね。 11.1V です。あー、なるほど、うん、いやいやいや、当たるね。いや、めちゃめちゃ当たってますよ。当たってるよね。マンターゲットがありますね。ハイパードラクさんとかに作ってもらったんだけど、あれに金属音がするのあれがガンガン当たってる音ですね。3発2発は確実に当たってますね、この辺り。弾道を見てもすごい遠くまで飛ぶ感じがした。そうですね、ちょっちょくこの外観だけで買ってもいいぐらい。ああ、そうですね、本当に。あとですね、ポイントとしては、これシルバーエッジっていう電子トリガーが入ってて、はい、セレクターのモードをいろいろ変えられるんですよね。へえ、そうなんですね。ただ、セミ、3点バーストとか、その辺が一番使いやすいかな。まあ、そうだと思いますね。はい。はい。見どころたくさんの、ロベスケ、ジェーン4、デブグル、流速エアソフト、お求めはぜひ41で。